挑戦したいと思います。誰も逃がさずに生還しましょう。はぁ、怖っ。まあ知ってはいましたが、一度試したくなってしまう。でもこんな緊張感ある BGM だったっけ。なんか怖くなってきちゃうね。はい、いきます。りょう、虫ポケモンね。僕と名前が似てますね。りょうたと言います。よろしくお願いします。怖え。よろしくお願いします。あ、背景を超が舞う。毒ケイルか。割と特殊耐久あるポケモンですが、まあ返しがそこまで痛くないポケモンなので、今回はそこまで恐れずにいきましょう。で、53、あ、思ってたほどのレベルはないな。メガネ火炎放射なら耐えられないんじゃないか。53なら余裕。 OK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 。 そう、これを6回繰り返せば勝てるから、まずはね。ただもらえる経験値もちょっと少ない。最初からヘラクロスか。かなり強いと噂の。このヘラクロスだけは強くて苦戦したっていう報告をたくさん聞いたので知ってました。なんですけど、いや、これはヨロギの実とかなんとか言いましたけど、これだけヘルガが健在の状況で相対すことができれば火炎放射でいいと思うんだけどな。おっかの実とかあるかな。いや、でも持たせるとしたら馬行でしょ。あ、ていうか相手手持ち5体か。あの、6回繰り返せばって言いましたけど、5回ですね。もし僕が制作側で半減実持たせるとしたら、絶対馬行の実持たせる。というか、今作ってなんか4倍弱点に、合わせて半減実持たせる傾向にあるんで、さすがにおっかの確率はないと思う。火炎放射いきます。え、早っ！うわ！ははは！嘘でしょ。そんな下のレベルから？はや、あぶねえ、なんじゃこりゃ。そう、そういうことする。マジ？一筋縄じゃいかんな。今めっちゃヒヤッとしたというか、もう普通に終わったと思った。奇跡だ。ありがとう、エルガン。偉すぎ。いや、ヘラクロスに抜かれたけど、アゲハントには抜かれんでしょう。毒ケイルに抜かれてなければ、アゲハント抜けてると思うけどな。あの、普通に、あの、種族値を調べるのは許してください。アゲハントの S っていくらだっけ？アゲハント65、あ、遅い。毒ケイルと一緒か。じゃあ、まあ、センス技を得るポケモンでもないし、ここは解放者でいこう。うん。まあ、半減味があるとしても、やっぱ、さっきの4倍理論に乗っ取れば、ヨロギの実でしょうからね。耐えてる耐えてる。B クイーンか。特殊耐久、まあまああるポケモン。ですね。毒ケイルもまあまあ特殊耐久に自信のあるポケモンなんで、どっちもどっち感はあるんだけど、この放射で通せるかどうか。いや、これ通せなかった時のリスクが半端ないのよね。かといって、ムクホークに引いたターンに防御指令とかをされたら、まあ、やばいね。別のところで犠牲が出る可能性がある。できればこの火炎放射でこのままもう、火炎放射5回で押し切るっていうプラン通したい。ちょっと待って、毒ケイルと B クイーンの特殊耐久を比較したい。B クイーンっていくらあるっけ？70、102。たっか。毒ケイル60、90。高いなぁ。そうか。いや、耐えられる可能性、あるかもなぁ。少なくとも今まで、このリョウが繰り出してきたポケモンの中では一番特殊耐久があるポケモンだな。いや、このヘルガーを失ってしまうと、4人目がどうやらエスパータイプの使い手らしくて、そこまでには残しておきたい。
最悪シロナ戦に持ち越せなくてもヘルガーはねなんとかなりそうなんだけど、エスパータイプの相手のとこまでに持ち越さないとやばくて、いやどうなんだろう、メガネの火力信用したくなるな、わかんねえ。でもさっき信用してる S を抜かされてるからな、怖すぎる本当に。161、いや高い、ちゃんと高い、火力としては相当いいけど、1、2倍弱点メガネで突破しきれるんかな、これ自信ない、正直逃げます。仮にこれで防御指令積まれるようだったら、もうギャラドスの竜舞で積みで追いついていくしかないかな。攻撃指令、まあ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 ですよね。火力としては大丈夫。この対面向こうからの有効打なかったと思うんで、ブレバ行きたいんだけど、反動を受けて倒しきれなくて、でその返しになんか強い技食らってっていうのは確かに最悪のパターンではある。まあ、とりあえずのトンボをしてみるか。めちゃくちゃ安牌。ていうか攻撃指令って物理特殊どっち知らない攻撃指令の詳細知らない。物理だ。あ、オッケーオッケー。じゃあ威嚇入れておけば大丈夫そう。これでギャラの起点にして、こっから2体をギャラで引っこ抜いていくっていう形でいこうか。防御指令。なるほどね。いや、さっきの対面、有効ではなかったけどってことか。まあ、なんか、ちょっと恐れてた展開にはなってしまってはいるんだけど、一応ギャラは竜の舞で追いつけるっていうところに利点があって、これ、B クイーンから強烈な返しないと思うんだよな。ツバメ返し。はいはいはい。火力も大したことなくて、お相手は多分回復指令もあるから、相当積まれるのは覚悟しとかないといけないけど、こういうガン積みのやり合いになった時に結局攻撃側詰めてる方が有利だから、相手いいね、 AI が防御指令積んでも間に合わないって判断してる場合は防御指令にあんまり振らないっぽいな、選択を。これは AI の弱いとこ出てますね。対人戦だったらこれ防御指令ガン積みするんですけどね。で、回復指令連打してっていうことするんですけどね。あ、してくるじゃん。賢い。あ、でも、ツバメ返し攻撃指令、防御指令、回復指令だと思うんで、だとすれば、もう、食べ残しで十分受かってると思ってもいいぐらいの火力しかもう相手出ないから。まあガン積みでいいよな、もう。これで AI が OKOK、 たまにツバメ返しに振ってくれるとかだったら、どんどんこっちの積みがね、引き離していけるから。さて竜の舞いこうか。なんとかなりそうだけどね、どうかね。ツバメ、オッケーオッケーオッケー。ふぅ、まあ、6積みするか、もう。別に5回で止める理由もない。防御指令、まあ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 。相手防御3積み、こっち攻撃6積み。さあ、どうかね。相手が耐久 2.5 倍、こっちが火力方面4倍だから、半分くらいは入るんじゃないかな。確定2発取れれば全然それでいいんだけど。あ、よいよいよいよ。え、何？お盆。いい技持ってる。ひるんで技が出せない。強い。OKOKOK。運は傾いてるな、こっちにめちゃくちゃ。素晴らしい。滝登りで勝ちだ。もうこれで次のポケモンもさすがに6積み滝登りを耐えるようなポケモン出てこないはずなんで大丈夫だと思う。
まあ、今作で滝登りを耐えるポケモンはあのドクロックかトリトドンだと思うんだけど、まあ、その辺が出てきたとしても自信でいいしな。ドラピオン、うお虫じゃねえ。うん、まあ一応弱点ついておく。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ふう、ヘルガーのとこ危なかった。マジでやばかったな。しかし思った以上に経験値はもらえない。これはシロナまでにレベルアップできるっていうのはあまり期待しない方がいいかもしれないですね。あと3人、僕よりも強いトレーナーが待ってますから嫌だな。ということで回復します。そこの女の子はスクール水着でビビった。マジ超楽しみ。本当にスクール水着だっていうか、思ってたよりも幼いからなんか楽しみにしてるって言ったのがかなり犯罪味を帯びてしまっていた。大変失礼いたしました。ちなみに期待通りです。かわいい。トレーナー戦って避けてましたか、それともレベリングのために。そうですね、多分避けてたんじゃないかな。はい、間違えてない。いきます、いきます。菊野さんか、いい笑顔、可愛らしい、それでいて楽しいトレーナーだね。おほほ、私は菊野、特に大事にしてるのは地面タイプ。じゃあおばあさんがどれだけやれるか見てあげますよ。さて、いやマジで BGM がいい。本当に緊張感ある。ぬおう、水等倍ではあるな。いや正直一番何してくるかわからん。雪のを出しとけばなってちょっと今一瞬思っちゃったんだけど今あれだな、ランクマッチのノリでプラスボタン連打してた。相手のパーティー見ようとして、相手のパーティーが分かんないから初見プレイだって言ってんのにプラスボタンで相手のパーティー一覧見ようとしちゃった。剣立ての癖が抜けきらないところで波乗り、まあこれでこだわるという、 あ忘れてた、貯水かこいつ。そうだ、完全に忘れてた。待って待って待って、やばいぞこれ急所に食らってるし待って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 、ちょっと待ってくれ、これ大丈夫か、これやってしまったな。そういやそうだったー、こいつ天然しか覚えてなかったけど貯水あるわ。うわ、うまー、ほんで交代読み、うまー。え、これ引いてくるかな。今回の AI そういうことするらしい。持ち物リンドじゃない、ありがとう、いい情報。交代読みで吹雪打つのもありだけどね。あ、でもさすがにリターン取ってギガドレインかな。オッケー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 、さすがに倒せる。これで水の一環は一応作れた。ただどこで急所で削れてしまったパルキアを音出しするかやな。あ初手でやってしまった。ああ待て待て待て、落ち着け。でもここで冷静さを書いてしまったら意味がない。ウソキーだと、あんた地面タイプやないな。一応これ相手が頑丈なんで、一旦交代をする際に頑丈を潰すことができるのは雪の王の偉いとこ。これ一回パルキアに引くか、ウソキーぐらいの火力が低いポケモンの前に出すのが一番安全だと思うんだけどな。で頑丈削れたとこに波乗り、サイドメガネ波乗りを押し付けに行きたい。うわー結構痛い。これ不意打ちで落ちるか。そうね、不意打ちで落ちるね。待って、ギャラを通す方向に考え直さないといけなくて。オッケー、チャールも行こう。ここは不意打ちをしてると思うんだよな、持ってたら。わかんないけど、ケタグリ、ナインかい。じゃあ、波乗りでよかった。まあまあ、さすがにね。そこは警戒するしかない。
まあドレパンかな。ドレパンだと一発耐えてきそうだけどな。膝にするっていう手もある。でもどうせ有効ではないと思うから、まあドレパンにしよう。さすがにここ冒険する場面じゃないわ。お、持ってけてる。いや、チャーレム強っ。さすが。あ、急所か。ずる急所だった。まあまあまあ、よし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 。これ、ちょいちょいタイプ違いのポケモンを各四天王が持ってるのが本当にやらしいな。ナマズンか。サイド、雪の王に渡したいところですね。ナマズンに一番されてやばい行動は竜の舞ですね。竜の舞から入ってくるナマズンには、ここ、威嚇コンビで回しながら栄養をしっかり下げて、ギャラでどっかで竜の舞の起点にするとか、隙を見て雪の王に引くとか、そういう形になるでしょうかね。一回ローキックでいいかな。何されるにしても、うん、こっちが上、はい、うん、まあこんぐらいのダメージ。はい、ポン。掛け声に合わせて技を避けた。やっぱ俺チャーレム好きだわ。いけるか、チャーレム。行こうか。もう飛び出1回目、 OK。この縛りにおいて怖すぎる技ですが、まあそれでも膝を打つのがチャーレム使いというわけよ。悪巧みは今回覚えさせません。メガネ前提なんで。ゴローニャ、 OK。 ゴローニャは一回ムクホークかな。ここ岩技打つわけないんで、地面技でほぼ確定で、地面技すかしてムクホーク、岩技誘ってトンボ返りで、岩技をチャーレムで受けて威嚇一回入ってるから大丈夫。そこからドレインパンチとかで押し合えるはずなんで、威嚇をほぼ無償で入れることができると仮定して一回無効果に引きます。かつ、頑丈をほぼ無償で剥がせる。まあ、最悪の事故にも一応ヨルギ持ってるんで大丈夫。チャーレムに対して振らないけどね、多分。うん、自信ですね。オッケーオッケー。で、ここは岩技だと思うんで、トンボ。ふぅ。いや、最初のパルキアで貯水されたのが精神的に来てる。はい。ここで岩技振ってきてる。ロッカ？マジ？ほー、なるほどね。じゃあ、こっから下から動かないといけなくなったわけだ。膝行く？ドレパンでいい？ドレパンでいいか。自信、威嚇一回入ってるんで。まあ、大丈夫でしょう。で、ドレパン。まあ、耐えられるか。でも、ここはそんなに威嚇入ってるし、冒険しなくていい場面だと思う。ドレパン。回復の薬使わないんですね。OK、給食分かったけど、今の場面。急所にさえ当たらなければ、チャーレムは大丈夫ですね。いや、まさか、地面タイプの相手に、チャーレムがここまで頑張ってくれると思わなかったな。頼もしすぎる。カバ。いやー、何してくんだろう。アタッカーにすればすごい広い技範囲持ってて厄介だし、雷の牙とか警戒しないといけないから、なんだかんだギャラもちょっと出しづらいですね。ま、とはいえ、それ込みでも、ここの威嚇コンビで一回火力を下げて、雪の王に交代じゃないかな、やることは。一回、無垢歩からでいいはず。ここも地面技じゃない？型を見たいな。アタッカー型なのか、それとも、ステロとかしてくるタイプなのか、首とか。自信。割と攻撃によってそうだけどな。向こうマジで優秀。威嚇トンボに頼りまくってる今回。
で、まあ、雷の木ばっか、氷の木ばっかみたいな、そういう振り方なんでしょうけど、もう一回かけ入れたいな、本当は。ギャラで。雷の牙でも一発耐えるだろうからギャラ出しちゃうみたいな、なんかそういう方向に行きたくなっちゃうけどな。ていうか岩技かな、振るなら。一回雷の牙の有無これで見てみようか。ここで一回様子見させてもらえるぐらいには威嚇で火力は落ちてると思う。氷の牙。あるね、牙。今のは雷の牙と氷の牙両方あるけど、氷の牙振ったみたいな可能性は全然ありえますね。岩技振ってないってことは三牙みたいな、こう NPC のポケモンだから技構成は分かりやすくっていう感じで三色牙持ってる可能性がある。だとすると、この牙があるかもしれないんで、雪の王もあんまポイポイ出せるわけじゃないんで、ひたすら威嚇入れようか。最後ギャラかな、詰めるの。噛み砕く、あ、雷の牙ないか。噛み砕くに技1個割いてるな。3牙じゃなかった。地震、噛み砕く、氷の牙。あ、7ギャラでもう仕切れそうだな。大丈夫そう。あ、そうなんだ。いや、技構成最後までちょっとわからんけど、これで一旦大丈夫かな。氷の牙、うん、OK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 。 よし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 。じゃあ向こうから有効打がもうないんだとすれば、もう舞う必要もないな。滝登り連打だ。惜しい。わお。はあ、へえ。で、カゴ？わお。そういうことするんだ。でも技構成、これで4つ全部割れたから、どっちかというとむしろ安心感あるかな。それなら滝登り連打でもういい。あ、しかも2発で落ちそう。やるじゃん。砕く。もう恐るるに足らず B 下がっちゃったけど、次の滝登りで落ちそうですね。ここで勝てると思って油断しないことですよ。怖っ。その威圧には乗らんぞ。それで威圧してこっちの判断を鈍らせようとしても、こっちは見えてる情報だけを信じる。うー、辛くも勝利ですね。いや、最初のヌオーマジでやらかしたな。パルキアとは何にもできんかった。強っ。やばいかもしれん今回。